こんにちは、デリッシュキッチンです。肉タワー鍋を作ります。白菜8分の1個は5ミリ幅の細切りにしましょう。えのきたけ2分の1袋は根元を切ってほぐします。にら2分の1袋は根元を切って4センチ幅に切りましょう。ボウルに醤油小さじ1、味噌大さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1、おろしにんにく小さじ2分の1、塩コショウ少々、牛乳大さじ2、水 600cc を入れて混ぜ合わせ、豚骨風鍋の素を作ります。鍋に白菜を入れて、もやし2分の1袋とえのきをタワー状に高く盛り、その周りに豚バラ薄切り肉 150g を下から順に巻きつけます。糸唐辛子適量を肉タワーのてっぺんに飾り、周りにニラを盛り付けましょう。豚骨風鍋の素を鍋に入れて火にかけ、タワーを崩しながら煮込んで完成です。以上、デリッシュキッチンでした。